かままり中まりのおすすめ、今日は釜焼きピザカットリカ、東京都墨田区東向こう島にあるイタリアンレストランです。東武伊勢崎線の東向こう島駅から徒歩6分ほどの場所に立地しているのでアクセスも良かったです。おしゃれで可愛らしい雰囲気のお店で居心地良かったですよ。こじんまりとした小さい規模のお店なので少人数の集まりやランチとかにもおすすめです。お席がですね、2名席が4つ、4テーブルしかなかったんですね。こちらが6月のメニューです。ピザとパスタとデザート、あとコースもやってるみたいですね。飲み物もお酒もソフトドリンクもあります。私はレモネードをいただきました。酸がしっかり効いてて食欲そそられる味わいでしたよ。パスタ、ピザ以外のメニューはこちらの黒板に載っています。前菜にいただいたのは葉野菜のサラダです。シンプルにね、チコリと、ルッコラが合わさったサラダなんですが、口の中に入れた瞬間に今まで食べたことのないサラダだったんですよね。今レモンをかけさせていただいてたんですけど、ドレッシング自体も酸味のあるドレッシングを使っていて、でも酸があるだけじゃなくて何か甘みもあるようなコクのあるドレッシングだったんですよ。で、驚いたのはおそらくこのドレッシングを葉っぱに全てあえてるんですけど、アンダイブってこのように小さな葉っぱが、分かれてるじゃないですか。なので一枚一枚の葉っぱにドレッシングでコーティングされているような形なので、口の中に入れた瞬間に爽やかなドレッシングがふわーって広がっていくんですよね。でその後にアンダイブの食感を楽しむことができて非常に美味しいサラダでした。こちらは孤独のグルメでも出てました辛いパスタです。細いリングイネですね。リングイネってこんな細いやつもあるって知らなかったんですけど、少し平べったい、種類のパスタ。こちらにオリーブをみじん切りにしたものをあえて香草系と絡めてますね。辛さはね、心地いいぐらいの辛さで美味しくいただいたんですけど、これもですね、まず具がないじゃないですか。あるんですけど細かく刻んでるんですよね。でこれだけ細い、リングイネなのですごくうまくまとまって美味しくいただけることができて、これあえて具を大きくしてない感じがすごくいいんじゃないかなって思いましたね。チーズもね、こんなに針のように細かいチーズがかかっててすっごいですよね。こちらの店はピザ100名店にも入ってるらしいんですけど、パスタも100名店っていうのがもしあるなら入ってもいいんじゃないかっていうぐらいの美味しさです。あとランチ席数が少ないので、ランチでも予約ができたんですけど、もしいらっしゃる際とかは予約した方がいいですよ。いやー、フォークの往復が止まらなかったですね。はい、次は納豆ピザです。孤独のグルメでは五郎ちゃんはハーフ&ハーフ頼んでましたけど、さすがにね、普段はやってないみたいですよ。このね、納豆のピザですが、上に鶏とネギともちろんチーズ、それから
卵とごまがあしらわれてたんですけど、これすごいんですよ。これもですね、口に入れた瞬間に美味しすぎるんですよ。本当に美味しすぎて驚きました。和風の味付けにチーズの組み合わせが本当に相性がよくって、旨味をねすごく引き出し合ってるなっていう風な感じだし、とろける卵の優しい味もまろやかさをやってる与えてるような感じで、なんか朝食っぽいその白いご飯に海苔と納豆と卵で囲むみたいな感じではあるんですけど、それよりももっともっと繊細ですごく細かく一つ一つの味が絡まってるような感じなんですよね。生地もふわふわで美味しい生地だったんですけど、なんでしょう、あの口に入れた瞬間にこれはすごいって本当に感動する味って素晴らしいですよね。いやー本当に驚いたんですよ。まずこのピザに出会えてよかったです。本当にこの味を知らないままは残念すぎるっていうぐらいの美味しさです。これは間違いなく他のピザも美味しいはず。納豆ピザ食べながらまた来たいって思っちゃいましたもんね。まだ食べてるのに。デザートはこちら、今週のピザでございます。孤独のグルメではチョコレートのピザが紹介されていましたが、私は今週のピザをチャレンジしてみました。ベリーのピザです。ブラックベリーとラズベリー、あとサクランボが乗っていて、ハーブがディル、それからクルミ、松の実、フルーティーな果実味だけじゃなくてディルのハーブの香り、それからナッツの食感が合わさって非常に良い組み合わせのピザでした。美味しかったです。ピザはテイクアウトもしてるみたいですよ。東向島のカトリカおすすめです。